スラボリューブスルニッチはセルビアのサッカー選手。ポジションは MF。双子のスルニッチ兄弟はシャバツに生まれ、共に FK 町場シャバツの下部組織からレッドスターベオグラードの下部組織に移籍し、2010年に二人ともレッドスターベオグラードでトップチームに昇格した。ユース時代にはオグニエンコロマンの教え事も例えられた。2010年11月6日にプロ初出場。 その後兄弟二人ともに FK ソポトと FK チュカリチュキにレンタル移籍となった。チュカリチュキでのレンタル中に彼はモーツァルトスポーツによってセルビアプルバリーガの最優秀選手とされるほどに活躍した。レンタル移籍終了後、彼ら兄弟はレッドスターベオグラードへの復帰を拒み、レッドスターベオグラードの給与未払い問題による訴訟等があったものの、 2013年6月に FK、チュカリチュキに完全移籍した。彼の貢献もあり、2013から14シーズンには、セルビアスーペルリーガでプレーすることができた。2013年10月6日に行われたフルスの、レッドスターベオーグラード戦では、後半に投入されると、ピッチに立ってから17秒でアシストを記録し、得点も決めた。なお、その翌日には、 アンダー代表から招集された。2015年8月31日にレッドスター、ベオグラードと3年契約を締結し復帰。この遺跡には監督のミオドラグ・ボージョビッチの要望があったという。2018年3月7日にレッドスター、ベオグラードでの100試合出場を達成した。2013年10月7日に、ラザル・マルコビッチが負傷したために、 UEFAU-21 欧州選手権2015予選の U-21 代表に追加招集されたが出場はならなかった。U-21 代表初出場は2014年9月9日の北アイルランド U-21 代表戦にまでもつれ込んだがこの試合で2得点を決めて4から1の勝利に貢献した。双子のドラゴリブスルニッチもサッカー選手。 ありがとうございます。